ビチェンツァ市街とベネト地方のパラーディオのビッラーは、イタリアの都市ビチェンツァとベネト州一帯にあるユネスコの世界遺産登録物件名。登録は1994年。1996年には拡張され、建築物が追加された。16世紀に活躍した建築家アンドレア・パラーディオの設計したパラッツォ及びビッラーを対象とする。ビチェンツァは、紀元前2世紀から、 紀元前1世紀に建設されたローマの都市、ウィケティアが起源となっている。他の北イタリアの都市と同じように、13世紀にはコムーネを組織し、近隣の都市国家と闘争を繰り広げたが、15世紀にベネツィア共和国の統治下に置かれたことで、平和と経済的繁栄がもたらされ、卓越した芸術活動を生み出すことになった。アンドレア・パラーディオ教。 世界遺産に登録されている物件は、建築家アンドレア・パラーディオと彼の弟子、ヴィンチェンツォ・スカモッツィの手によるものである。パラーディオは、イタリアの偉大な建築家の一人で、彼の作品が多く残るヴィチェンツァは、パラーディオの街と呼ばれる。パラーディオは、ルネサンス期で最初の職業建築家であり、設計した建築物や著作に由来するスタイルは、後にパラーディオ主義と呼ばれ、 ベネツィア共和国をはじめ、ドイツ、ロシア、そしてイギリス、1760年代以後には、アメリカ合衆国にまで広がりを見せた。このように、一個人の名を関する建築様式は他になく、彼が、いかに独創性豊かで一貫したスタイルを保ち続けたかがわかる。古代遺跡に関する知識と、ドナト・ブラマンテやヤーコポ・サンソビーの、ミケランジェロ・ブオナローティ、ジュリオ・ロマーノ、 そして、ベネツィアのビサンティン建築からの影響を受けたパラーディオのスタイルは、幾分マニエリスム的な部分もあるためか、後に新古典主義の理論家、建築家らによって純粋でないと評された。しかし、ゲーテなどは、イタリア気候の途中で、ビチェンツァの街並みに触れ、パラーディオの能力を高く評価している。パラーディオは、公共建築や宗教建築の設計も言ったが、 終始一貫して取り組んだ建築がビッダであり、その作品の数も多い。そして、後世、20世紀に至るまで影響を与え続けたのも、このビッダであった。これらの事柄を考慮し、1994年、ベネト地方に点在するパルダーディオ設計のビッダが世界遺産として登録された。バシリカ・パルダーディアーナ・ビッダ。 ゴーディビッラピザーにこの世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。